こんにちは、みのみです。こんにちは、らずきです。はい、今回はですね、夏みみの放課後オリオンデートを撮っていきたいと思います。学校からね、さっき帰ってきて今支度したって感じなんですけど、今からイオンに行ってデート動画を撮りたいと思います。はい、楽しみだね。じゃあマスクと、あとは消毒とかいろいろ感染症対策をバッチリで行きましょう。行きましょう。持った？ねえねえもマスク。オッケー、それではスタート。なんか勝手に書いてます。それではスタート。行かれます？プリで。プリ先取り行く？はい、オッケー。じゃあプリ取ります。行きましょう。あと行きたいとこ決まってんの？友達のサンプルを取りたいから、それをちょっとどっか探そうかなって。オッケー、よし、行こう。Let's go夏耳デートって言ってもみんないるんですけど、そう、いいと思います。プリトリ行ってる間ちょっと別行動するね。了解。うん、時間かかるから。そんなことかかるよ、落書きも入れたら。落書きがね、あのね、強制的に終われないさあ、行きましょう。はい、じゃあメレル撮ります見せて、うん、ここ見る。はい、行ってらっせー。いただきます。はい、私の友達のサンプルも一緒に買いました。あと普通に欲しいもの買って、今からちょっとプラザ行きたいと思います。おーい、入ってらっしゃい。レイヌのアクセルを買いに伊豆さんに来ましたので、行きたいと思います。行ってらっしゃい。ママたちちょっと別のとこ行ってくる。はい、はい、バイビー。バイビー。アルコールしましたので食べたいと思います。手洗ったよね。うん、好きやです。じゃらん、チーズ牛丼と、あ、とろろか。ちょっともう早く食べた。せーの、いただきます。ルイカはたたきにしたのね、マグロのたたき。オッケー、じゃあゆっくり食べましょう。はい、はい、もう秒で食べ終わりました。はい、ごちそうさま。ごちそうさまでした。はい、本当はね、もうちょっといろんなの見たりしたいんですけど、明日も学校なのでもう帰ります。本当はもっと言いたいんだけど。そうだね、ちょっとゆっくり見たいけどね。はい、ということで帰ってきました。じゃあ今から買ってきたものを紹介していきます。はい、何から最初言った場所。シーニューヨーク。わからない。わからない。ここのお店です。ここでは、まず、じゃあ、2人で同じタオルを買いました。同じです。全く同じ。全く一緒。グーチョキパー。グーチョキパー。なんかこういうさ、タオル。かわいいよね。これゴリラと人魚持ってるんだけど、似てる感じのね。ベガ描いてあるやつ。ゆるいってやつ。なんかこういう系は、ディズニーキャラクターのやつしか持ってなかった。タオル？タオル。そうだからこういう普通の絵を始めたか。耳はゴリラとか持ってたじゃん。そう、キャラクター系は持ってない。持ってないんです。あとは、これ私が友達にサンプルを買いました。中は開けない。開けない。さすがに。
最近めっちゃハモる。オープニングじゃあ行ってきます、イオン行ってきますってあと切ったんだけど、その後に曲でてタクシーっていう歌があるんです。それを一緒に切り終わって本当すぐに一緒に歌い出して、いやー撮っときゃよかったなって、そうわーって。あとちょっとレカが買いました。なんか入浴剤らしそうだそうです。中からなんか出てきてる、かわいいな。これ髪にくっつく吸盤、全5種類。押すとピカピカ光る。なんかさ、ねえねえ、レカより興味持ってない？ちょっとやりたいなっていうのを。レカ買った入浴剤です。なんかこういうの久しぶりに見るとやりたくならない、うんうん、以上です。じゃあ次ビボで、私が買ったネックレス、こんな感じのやつです。30だね。そう、最近シルバーのネックレス欲しいなと思ってて買いました。私がね選んで買ってきたんですけど、そう、じゃあちょっとつけますね。オッケー。おー、まあでもなんかハイネックでもないけど、この辺まであったら可愛いかも。今日の服装だとさっきのもらってたかもしれない。けど可愛い。うん。ビガワさんは以上です。はい。で、あとはなんかルイカが別行動した時に買ってたらしいんですけど、ラブトキのお洋服ですね。ルイカから紹介していいっていう許可出てるので紹介します。まずこちらロングスカートですね。これ可愛くない？なんかロング秋って感じする。うん、する。もう秋なんだね。可愛い。スカート、おー、パンツ、ショーパンですね。黒、黒ルイカ持ってないよね。確かに見たことない。可愛い。普通可愛い。ベルトもついてるのかな。うん、ついてる。で、あと最後 T シャツ、クマだ。え、可愛い。あ、袖にもいる。裏にもなんか書いてる。本当だ、可愛い。以上、可愛い。はい。で、プリを撮ったんですけど、そのプリをちょっと今から流したいと思います。せーの、ドゥン。はい、どうでしたでしょうか。結構ねんねんは漏れなかったらしい。うん、なんか 2,3 枚漏れたけど他は漏れなかった。そうです。ショック。はい、ということで久々の学校終わってからのデート動画でした。そう、放課後ってのもあって夕方でそんな長く入れなかったんですけど、お買い物とか、まあ、プリ取れたのが一番良かったです。久しぶりに見てくれてありがとうございました。それではバイバーイ。ベベ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